まあ割と本日は上昇している方ですと。まあ全体的にいくとステラ以外はほぼまあトレンド変換入って、その立ち位置が基準値が違うっていうだけで、まああとはどこまで上がっていくのかなーって。キャッシュみたいなあんな暴騰するような瞬間もありますしね。まあ素直に全体的には上げた後のレンジ相場で面白くない日で、まあだからこうやって上昇したトークンを拾ってきて言及した限りというところで、はいはい、おそらくビデオカメラのマイクが電池がなかったと思われ、取り込んで駆け出しても音声だけぶつ切れて、とりあえず撮り直しということで、今回はソニーの FDR-AX55 から X3000 に変えて、ゼンハイザーを別差しして iPad を Mac にさせないのでちょっと別画面でやりますということで、はい、2019年4月6日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンの相場考察します。まずはアメリカドル換算の時価総額からいくと174ビリオンと、まあ前日とそれほど大差はなしで、上位ずらっと見ていくと前日のそれほど大きな動きはなく、まあ、リップルが一番下げて 3% ほど、それ以外の時も、まあ、上下 1-2% ほどの動きで、まあ、レンジの範囲かなというところで、日本円換算の時価総額に行くとこちらもそれほど差がなく19兆5139億と、まあ、それほど動きはないのかなという印象で、まあ、順番にビットコインからいきましょう。まあ週足は特に変わりなく120MA にタッチも見えて、まあ長期トレンド変化もまあ近いですね。20MA も抜いていますし、日足いくと 20MA120MA 角度それほど変わらず、まあ前日とのそれほど動きはなく55前後推移と、まあここ 2-3 日はそれほど動き幅がありませんねという詳細を4時間で見に行くと、綺麗に 20MA の上をなんかロウソクうまくこれ下抜かずに揃ったよなというところで、現在は 20MA タッチしかかりどうかなというところで、まあまあ上位足がこけてはないんで、こうやって触ったり下抜いたりして繰り返しながらまあ登っていくかなというところで、はい、次はイーサ。週足は 25MA 抜いてまあ水平と、まあ長期トレンド変化も入ってるの同然で、まあ、あとはどこまで行くかだけですねと。日足は 25MA 角度変わらず、 7MA も同時に角度変わらず、まあ前日比とのそれほどの動きもなくということで、まあ3日ぐらいの範囲内で見ればやはりレンジですねと。4時間行くと 25MA 水平気味になった通り、 7MA で叩かれて本日ですね、現在は下抜いて 25MA も抜きそうにタッチしかかっていますと。まあ上位足が特に週足 25MA 水平上抜きしてるんで、まあこれぐらいは楽観ですよというところで、はい、次はリップル。週足は 7MA は当然抜いて 25MA もタッチしかかり、抜けまではどうかなというところで、まあなんとかようやく長い海を吐き出しましたねと。まあ長い本当レンジが本当見とるのも辛かったというところで、日足は 25MA、7MA 角度変わらず、昨日の高値つけるも今日はその反動、一方乖離幅はまだまだありますよと。詳細を4時間で見に行くと 25MA 角度緩まった通り、 7MA 叩かれ、現在は 25MA にも触りかけるところです。全体的にまああれですね、やっぱり似通ってくる相場なのかなって動きとしてはというところで、はい、次はライトコイン。週足は 25MA やや上向き気味、乖離離れたところにロウソクがまあ今週長い足つけていますよと。やっとあれですね、ここからうまいところが出てきて、まあどれだけ伸びていくのかに期待というところで、日足は 25MA、 7MA 角度変わらず、ロウソクは乖離離れるもここ 2-3 日見ればレンジと、まあ、全体的に類似した動きですねと。4時間行くと 25MA の角度少し余った通り、 7MA が水平、現在はやや下抜いていますと、まあ、25MA との乖離も縮まって、まあ、上げすぎっていうのもありますから、こうやって上がったり収縮したりをまあ繰り返して、長期目線ではトレンド、ロング方向へ動いていくのかな。はい、次はキャッシュ ABC。まあ、週足は本当見るまでもないですよね。もう今週本当 40%、20% でどんどん上げて、まあ、ハードフォーク前まではもう十分戻して、まあ、25MA 出ても、まあ、おそらく楽観エリアで長期トレンド、ロング方向へ入っているでしょう。日足は 25MA、7MA 角度変わらず、ロウソク乖離離れるも、やはり上位トークン同様にここ 2-3 日はまあレンジ幅の動きと。それで詳細を4時間でいくと、 25MA の角度はそれほど緩まったかないも、 7MA が水平気味を、その上下幅狭いところでロウソクが動いて、まあ俗に言うレンジですと。まあ上げすぎた感はありますからねというところで、はい、次は EOS。 週足は
25目上抜いて帰り離れ、長い足もつけているもまだまだ水平には時間がかかるのかな。意外ですね、もうちょい必要なんですね。日足は25目7目角度変わらず、少し帰りに離れたところにロウソクがいて、まあ上位トークン同様それほど大きな動きはここ数日はないのかなと。4時間見ると25目が少し上回った通り7目が水平になり、まあその上下幅狭いところでロウソクは動いていますと。まあ全体的にこんな感じですね。ほんと本日だけで見てもまあレンジな傾向だよなーというところで。はい、次はバイナンス。まあ週足は恐ろしいですね、これ。何これ。まあ毎回見といて分かるんですけど、もう今年入ってずっと上げっぱなしで、そんだけ上げてもこの 25MA がようやくこれだけ角度ついてくるっていうところが、まあさすがに下げた分は影響が大きいんだよなと。まあデックス含めてウガンダのプロジェクトもあり、まあ本当いいニュースばっかで、まだまだあれですよね、全盛期の高値は更新できる期待はありますねと。日足は 25MA、7MA 特に角度変わらず、 7MA にもこれロウソク叩かれずに来とるとかなかなか強いですね。完璧に下抜くことなんかあれですもんね。 25MA にすら本当下抜かせんって、ここどんなもんする範囲で言うと今年素晴らしいですね。これは恐ろしい限りで、4時間行くと 25MA 緩まった通り 7MA がもう水平気味でほぼレンジで現在は叩かれ、 25MA も下抜きそうという現在です。まあここら辺を繰り返しながらまた上がっていくというところで、週足レベル見れば本当楽観エリアですよね。で日足レベルが本当大きくこけんことにはそこまでは多分あれですよね、手放す人の逆に少ないでしょうね、これくらいになっちゃうと。あの大衆心理というところで、はい、次はステラ。週足が 7MA 角度変わらず 25MA にロウソク届かけるもまだまだ 25MA 右下ということで、まあ長期トレンドはここだけは一番遅いですねと。まあ楽観エリアではないというところで、日足行くと 25MA 少し角度緩まるも 7MA は特に角度変わらず、ステラだけはあれですね、前日だけで見るとまあ若干上げてるというところで、じゃあその細かいところを4時間で見に行くと 25MA 角度弱まるも 7MA は叩かれ、現在は 25MA の少し上におる状態ですか。まあ週足レベルがまだまだなんで、ブロックチェーンスマホトークンのサポートも出てどうなるかと思いましたけど、意外に価格影響にはそこまでないんだなって、まああんまりニュースとなんか相場が一致しないのかなという限りで、はい、次カルダノ。週足は水平を 25MA 上抜いて帰りも離れ、現在は去年の9月半ばぐらいまで高値戻していますよと。地味だけどあれですもんね、これは2月ぐらいからずーっとじわじわ上げっぱなしってことですもんね。日足行くと 25MA、 7MA 角度変わらず、帰りは離れるもここ2、3日で見ればまあロウソクレンジ範囲内ですねと。4時間行くと 25MA やや角度落ち、 7MA がその通りにまあ水平気味、現在は叩かれ、 25MA にもロウソク差し掛かっていますと。まあ全体的にちょっと数日前の上がりすぎた感が落ち着いて、レンジ続いて、その動いてない反動としてまあ 25MA との乖離が詰まってきたというのがまあ全体的な顕著な動きかなというところで、テザーでオーラス。まあ1日の動きの中でめちゃくちゃ大きい乖離幅もなく、ステーブルコインらしいいつもの心電図の動きで、まあ目立った動きはありませんよと。ニュース的なネタもなく、まあテザー自体も特にということで、まあやはり本当毎日の通り言うことはありませんよと。まあじわじわと時価総額下げてきて、まあ相対的にアルトコインが上がってきてるっていうのもありますけどね。まあ最後は全部レンジ相場で面白くないんで、最近バイナンスに上場した、まあ本日一番 USDT 換算で上がってるジリカへ目を向けると、まあ今週高値更新して、その内容が日足へ目を向けると上場して、少し落ち着いて安値更新した後も、まあ右肩上がり、まあ全体的な仮想通貨上ってきた頃、この4月、エイプリルフール明けたあたり、2日、3日ぐらいから、まあ割と長い足つけて
上昇しつつ、まあ、本日付で高値は更新していますよと。ビットコイン建てだけじゃなく、特にあれですよね、 USDT 建てだから、まあ強いは強いですよね、相場として素直に。まあ全体的に注目するとこがなかったんで、まあ USDT 建てで一番上がったのに目を向けましたけど、ニュース的なまあネタは特になくというところで、まあ何なのか上昇の理由はよくわかりませんよと。これで前日比で 8% ほど上昇で、まあ割と本日は上昇している方ですと。まあ全体的にいくと、ステラ以外はほぼまあトレンド変換入って、その立ち位置が基準値が違うっていうだけで、まああとはどこまで上がっていくのかなって。キャッシュみたいなあんな暴騰するような瞬間もありますしね。まあ素直に全体的には上げた後のレンジ相場で面白くない日で、まあだからこうやって上昇したトークンを拾ってきて言及した限りというところで、カメラ変えてマイク電池入れ替えてこれで撮れとりゃいいですけどというところで、はい、そんな感じで以上2019年4月6日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークンに本日 8% ほど上昇したジルカの考察でした。そんな感じで終わり。